えー、お疲れ様です。気になる男の今回267話をお届けしようかと思いますあの私最近新しい取り組みでですね、まあ、リファイトクラブっていうのをスタートしましたこれは私が主催ではなくて私が企画はしたんですけども実際にやっていただくのはそっかー塾の塾生さんで、えー、ボー君っていうねハンドルネームのキックボクシングジムのトレーナーさんです年齢40歳ですキックボクシング歴15年ということでもうベテランのアスリートトレーナーですよねでこの方を真ん中に据えて 40代50代の,あの、まあ、マッスルボディですね健康とかダイエットとかあとね肝心なのがファイターにななりきるっていうことなんですよつまり格闘家のコスプレから格闘技を楽しんでいくっていうコンテンツの配信なんですよね私も早速やらせてもらったんですけども最近ね運動不足でお腹出ちゃって体の動きも悪いしなんか肩も痛いし40型50型でしょうねちょっと健康面でかなりね行き詰まっていたところがあったんですよですんで リファイトクラブっていうコンセプトとともに俺たちもう一回戦えるぜっていうことその呼びかけをしようかと思ってるんですよで恋愛に傷ついた方もねいやいや50からもう一発勝負していこうぜ40からならまだ全然間に合うよみたいな掛け声とと,ともにじゃあどうやったらそういうふうなモチベーションになっていくのかってことですよねまあ主には私がおすすめするのはコスプレなんですよまさにあの柔道着を着るとそんな気持ちになるんですよ で実際にこれは多くの方はやらないと思いますけども剣道場に行って「いやあやあ」みたいなねそんなやり合いを見て正座をしてるとそんな気持ちになってくるんですよで実際私もですね今日実は三味線の舞台があるんですけどもやっぱ和服を着て、まあ、後ろにありますけどもねあのそれなりの格好をしてステージに上がるとやっぱり自分がプロの、うん、歌手になったような気持ちになりますでお客さんもわーって歓声をね少ない人数ながら出してくれるともう乗っていくわけなんですよそうやってまずはね 自分のモチベーションを上げるそれを自ら演出していくっていうこともこのリフトクラブのの醍醐味の一つなんですよだからまだね肉体が全然できてない時だらしない生活習慣の時に一瞬でもいいからかっこいい格闘家のファイティングポーズを取ることによって意識がちょっと上がるわけですよ。でどうせだったらもっとかっこいいポーズ取りたいなもっとかっこいいボディを見したいなと思ったらそっからコスプレ写真を撮るために自分の体を作っていこうかなってなったり自分の 格闘家ととしてての衣装をね考えてみたてりかするでどうせだったら格闘家の衣装が似合うように鍛えていきたいなと思うそういうふうにして実はね鍛えることを先にするんじゃなくて格好から入って徐々に本当にその道に入れないかなっていうことを今回ね画策してる新しい挑戦として50代の私がですね50歳になってリファイトクラブっていうものをこのねオンラインジムとしてスタートしていってるわけなんですよね。でこれから こういいいいいいいっっっったた取り組みをを通じて、てモテテる男男男ととととかか、ね、もっとアクティブななな負けぱ作き思ます。特に中高年で俺の人生もうこのまま終わっちゃうかなっていう人に対して「おリファイトだぜもう一回やろうぜ」みたいなね失敗したからこそ次の挑戦があるんじゃないかみたいなことでたきつけていこうと思うんですよですので自力でうまく人っていう行く人っていうのはどっちかっていうとほったらかしいねちょっと手を貸すと何とかなる人を俺たちが手を貸していこうぜそしてお互いに助け合っていこうぜ励ましていこうぜみたいなのがリファイトクルマなんですよ でこれはねなんでこういう風なコンセプトになったかというとまさにね自分の人生を深く反省して深く後悔してるからなんですよしまったあの頃やってくけばよったなんで今こんなだらしない低たらくを俺は抱えてるのかなという風に深く深く反省して後悔してるからこそなんですよだってね時間が解決するっていう言葉があるけどもこれに騙されちゃいけないんですよ時間が解決するなら 年を追うごとに問題ははなななくなってるはずなんですよで逆ですよね、どっちかっていうと。だって、小学生や中学生の頃に、あれほど悩み苦しんでいたことで、今悩み苦しんでます違いますよね。今は、10代、20代でほったらかしていたことがもしあれば、その問題も解決しないといけないけども、30代になったからこそ、40代になったからこそ、想像もしないような新しい問題が目の前に立ち上がっているわけじゃないですか。 で、この問題っていうのは時間が解決してくれるんでしょうかほっとけば何とかなるんでしょうか違います年を取れば取るほどトラブルは増えるばかりなんですよだから深く反省して深く後悔して克服していかないといけないんですよで克服しなかったことっていうのはいつまでも自分の人生の足を引っ張るんですよねその代表格がお金の問題仕事の問題健康の問題恋愛の問題これどっかでやっつけとかないとずーっとつきまとってきますよ その代わりお金の問題を解決するとお金の問題っていうのは実はね自分に対してお金で解決しろよっていうのは応援団になってくれるんですよ。健康の問題もそうですよいちいち体が痛めるような体じゃなくってどこまで体を使っても全然ダメージを受けない体になったら新しい挑戦やリスクを背負うことに対して肉体が味方となって守ってくれるじゃないですか恋愛もそうですよ。 モてなかったり人に誤解されちゃったりするようなその自分の性格や言動を修正していくことによって何をやっても気に入られる人間になってくるんですよ。そうなると例えば一瞬は理解されないような傍若無人なことをしてもあの人には何か考えがあるはずなんだから信じて応援していこうよっていうふうになっていくんですよね。だからね家族の中で例えば私 YouTube をやってますけどももしかしたら YouTube を私がやることによって家族はね後ろ向きかもしれない。でもその問題を克服すると お父さ YouTube 始まったからちょっと静かにしていようかっていうふうに味方になってくれるんですよ。というよりもそういうふうにしなければ自分の人生の環境を悪くなる一方なんですよね。だから一個一個自分で改善できる問題だと思って自分で改善することによってなんとかなっていくんですよね。でいろんな問題が人生に抱えられると思いますけどもでもねこうも思えるんですよ。問題があるとかないとかじゃないんですよ。実はね、問題に気気づづいいいててるか気づいてないかななんですよ。 だから問問題題に気づいいいててなな人は問題がないと思ってしまうんですよそれが積み重なってある時爆発するんですよね蓄積されていきますからでも問題を先送りもしないし気づくたんびに解決するもっと言ったら積極的に気づこうとしてる人って前倒しで問題処理ができるんで2手先3手先の手が打てるんですよねで悩める時ってそう考えると気づいている時なんですよだからやべえなーなんでこんな問題が 俺にばっかり来るのかなと思ったらこれチャンスなんですよ。ああ今のうちに知れてよかったな。今から手つけられるじゃんみたいな感じなんですよね。で、今情報の価値が非常に高くなってきて、その情報発信者が非常に少ないと私は思ってるんですよ。なんか巷ではね、YouTuber が飽和状態だよって言われてすけども、全然ですよ。逆ですよ。だってね、顕著な例なんですけども、例えばラーメン屋があるでしょ。ラーメン屋の仕事をするのって大変ですよ。一日やるのも大変なのに、30年ぐらいやるわけでしょ、あれ。ラーメン屋、1本。 いやこれは本当大変ですよ潰れ,な潰れなければ30年できるって話ですよしかも経営状態が悪くなって5年以内に撤退するラーメン屋が9割ですよでしかも撤退するってことは莫大な負債を抱えてあとは借金を返す人生が待ってるだけなんですよでも YouTuber ってどうですか人気のラーメン店の特集をするだけで収入が入ってくるんですよ自分でラーメン屋をやってないのにどんなラーメン屋がおすすめなのかってことを知りたい人のが多いんですよ 実際に行って確かめりゃいいのにそうじゃなくて行く前に正解を知りたいんですよだから情報発信者が重宝されるんですよねでそうなってくるとねこのマーケットのバランスですけどもラーメン屋をやる方が儲かるんだったらラーメン屋をやる人が増えてそこが成り立ってラーメン屋を紹介する人なんて成り立っていかないんですよでもいまだにラーメン屋を紹介する人間の方がリスク低くて収入が高くってねチャンネル登録が何十万人かもいるわけでしょでももラーメン屋どんなに頑張っても チャンネル登録、お客さん、何十万人にはなりませんよ。年間で500人のお客さん捕まえれるかどうかなんですよ。その人のリピートによって何とか成り立つわけですから。3年かかって1,500人とか2,000人ですよ。YouTube のチャンネル登録をね、数ヶ月で1,000人を突破する方が簡単でしょでそう考えていくと、リアルなビジネスよりも、情報発信ビジネスの方が楽なのに、どっちかっていうと情報発信ビジネスに入る人が少ないから、相変わらず、 過等競争が起きるのはリアルビジネスなんですよ本来なら情報発信者っていうのがどん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 増えて情報発信の予算が分散されて儲かんない仕組みができないといけないのにまだまだ情報発信者の方に偏りのある収入が入ってくるってことはマーケットバランス的には情報発信者が少なくってリアルなビジネスをやっている人が多いっていうこのバランスなんですよ。客観的に見ててどうう考えてもこうなんです,よ、ねまあ、ですんでこれからも発信者がどん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 増えていくことに私はね 全然飽和状態が来ないと思ってます。ただしですよ、発信の方法や取材の方法は身につけなければ、単なる垂れ流しになります。垂れ流しは商売じゃないです。だってラーメン屋だってね、掃除もしないし、仕入れも適当で、従業員の接客も、えー、適当で、食器すら洗ってない。これで儲かりますか,か YouTube の再生数が上がらないってことは、こういうことなんですよ。店をオープンしてるのかオープンしてるのか分かんない。従業員、社員教育もしてない。白衣も着てない。なんか汚れてる。店内掃除もしてない。 でも、ラーメン屋の看板つけてるっていう状態なんですよ。あなたの YouTube 活動どうですかちゃんとラーメン屋の経営できてますかそれとも、汚い人なんで来そうにない。来たところで、うん、来たことも気づかないし、売る商品どれなんかよくわかんない。で、すいません、カニ玉チャーハンくださいって言っても、カニ玉チャーハンどうやって作るんだったかなと思ってテキストをめくりながらやっと作ってるような状態ですかね。で、いくらですかって聞かれても、えっ、ー、と、450円だったかな、500円だったかなみたいなね。そんな戸惑いながらの YouTube 活動なのか、 へい、らっしゃい。はい、カニトまチャーハンと酢豚ね。はいはい。はい、お餅。みたいな感じでできているのか。ピカピカの食器でね。どうでしょうか。はい。これが今回のメッセージになります。私たちの YouTube 活動は、そうやってラーメン屋とかリアルの商売に例えていくとね、なんで繁盛しないのかってことがわかるんですよ。そしてどうやったら繁盛するかもわかりやすいんですよ。これからも、特殊な例を除いてですね、 効果的な例を用いて私の放送ではどうやったら YouTube が上手になっていくのかそしてひいてはビジネス全般がどうやったらうまくいくのかを放送し続けていこうと思います。それではいってらっしゃい。